グランドマーチス。グランドマーチスは日本の競争馬。1970年代に障害競争で活躍し1985年、検証場に選出された。グランドマーチスは1970年11月に伊藤修司旧社に入級。当初から大きな期待がかけられ、デビューした翌1971年8月の函館競馬場での新馬戦は、 直前の追い切りで一番時計を出したグランドマーチが福永洋一を背に14等立ての一番人気に支持されたが、ここは中断のまま9着に敗れた。1971年はその後6戦して未勝利だったが、翌1972年1月15日に京都競馬場ダート戦400メートル戦ではそれまでの型待機策から先行策に切り替え、 二着に三馬審査をつけて、初勝利を挙げた。続く柴マイルの若名賞も陰京州で連勝し、唐立賞では、圧倒的一番人気となったが追い込み届かず首差の二着。その後六月の大沼ハンデで一勝を挙げ、この年は17戦三勝で終えた。1973年、5歳になったグランドマーチスは、デビュー時より3 2ラム増えて4 7 8ラムと、 大きく成長し、1月15日の万葉ステークスでは、中団から差し切って勝利した。同じ年に、伊藤九社に入った、新人騎手寺一千万騎は障害免許しか持たない、障害専門の騎手だったが、当時伊藤九社には障害場がおらず、伊藤修司はそのために祖母2956年秋の中山大障害に優勝し、白霊を持つグランドマーチスを、障害入りさせた。 3月3日に騎手デビューとなる寺井一千万騎を安城に障害戦初出走を行った。ここは2着に敗れたが2戦目で一番人気に応えて初勝利。この年は障害13戦で3勝を挙げた。年明けの1月15日から3連勝。そして 62kg のハンデで阪神障害ステークスに出走したが4着。翌月には初めて登場し、 中山競馬場の障害がチーリに出走、クリリリーに敗れたが、目との立つ内容となった。4月7日に行われた中山大障害は、重症化チウマのいない、手薄なメンバーであり、グランドマーチスは、単勝2.1倍の一番人気で出走した。レースは2番人気モビールターフと3番人気ヒロサンダーが、先行争いを行い、グランドマーチスは、当初中断に位置したが、 外から距離を詰めて、大竹作手前で、先頭、大土塁までに大きくリードを広げ、直線では、内から、モビールターフ、外から、ダリップの追撃を振り切り、モビールターフに一番進半の差をつけて、大障害初優勝を挙げた。その後京都大障害、春は3着、東京障害特別、春は2着、秋の半身障害ステークスは2着と、 なかなか重症2勝目はならなかったが、10月5日の障害ステークスに 64kg を背負って、勝利すると完全に格下し、続く京都大障害、秋は先行からフジチャイナと日本ピーロファイトの追撃を退けて初制覇。再び登場し、中山のオープンに勝利した後に再び、中山大障害に出走。 単勝1.2倍という圧倒的一番人気に支持されたグランドマーキスはスタンド前水合の手前で先頭に立ってレースを進め最終第3コーナーでソネラオートダリーップが強襲したものの最終障害の飛び越しで再びリード直線では外側に車行して硬い金を徴収されたがダリーップに一番新反差で瞬中連覇を達成勝ちタイムの4 40.2は、栗豊かの持つ4、44.7を大幅に更新する大レコードだった。グランドマーチスの勢いは止まらず、年明けから6 6ラム、6 6ラム、6 8ラムの金量を背負いながら3連勝で、中山大障害、春へ、わずか5頭立てのレースとなり、グランドマーチスは人体を痛めながらの出走だったが、 レース序盤に先頭を奪うと、あとは楽に逃げ切って後方から追い込んだ、桜オンリーを尻目に六馬審査の圧勝で三連覇。安城の手らは、レース後のインタビューで、捕まっているだけで勝ったようなものですと答えた。関西に戻り翌月の京都大障害、春も不良馬場の中ゴール寸前で無前栄えを差し切り、前年の10月から9連勝で、春秋連覇を達成した。 秋は復帰戦として9月27日の障害ステークスに出走。72kg の金量での出走となり、6kg の鉛ゼッケに 5kg の鉛ヤン、そして寺井も 4kg の鉛バンドをつけて出走したが6着に、敗れ、10連勝はならなかった。しかし続く、京都大障害、秋は 65kg に金量が戻り、グランドマーチスは2周目の、 第3コーナーでエリモロイヤルを抜いて先頭に立つと、最後は10キログラム、軽い日本ピロロイヤルに5馬審査で、京都大、障害3連覇を達成した。そのまま暮れの中山大障害に向かったが、同じ月に、寺井が落馬により、股関節を骨折し、療養中だったため、障害戦で一貫して、安城を務めた寺井から法政宏に乗り換わった。グランドマーチスは、 単勝1.1倍という人気であり、ホーリは他の馬の落馬の煽りを受けないことを第一とし、レースでも三つ目の土塁で点灯したゴールドシャトーをうまくかわすと、そのまま先頭へ、直線で後続を突き放すと、追い込んだバローネターフに5馬審査で、中山大障害4連覇、そして中央系は初の獲得賞金3億円を達成した。この年、 中山大障害の重量設定が、中山大障害1着は 2kg 増から、中山大障害1勝、毎 2kg 増に変更され、グランドマーチスはそれまでの 60kg から 66kg と、大幅な負担増を強いられることになった。これについて、中央競馬会は、障害レースの興味を増し、障害馬資源の充実を図るためと説明したが、あまりに、 グランドマーチス直撃の変更なだけに、場所界からの圧力ではないかという疑惑が噂された。グランドマーチスは、以前からの列歪めが悪化する中で安状を手らいに、戻して、中山大障害に臨んだが、4番人気の伏兵、エリムイーグルの逃げ切りを許して5連覇はならなかった。続く、京都大障害で、同レース4連覇を狙ったが、レース中に、 左前第一子骨骨折を発症し吸着に惨敗。全治6ヶ月と診断され、ここで引退を決めた。平地24戦4勝、障害39戦19勝、障害競争での落馬は一度もなかった。同年11月13日に、京都競馬場で、中山大障害4連覇当時の絶景をつけて、引退式を行い、その後日本中央競馬会に買い取られ、 岩手県東の市で乗馬用の種ボバとして生活した。1984年工場洗顔により死亡。総獲得賞金は3億4338万円に上った。死亡から20年後の2004年5月16日、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名馬メモリアル競争の一環として、グラドマーチスメモリアルが京都競馬場にて施行された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。